はい、森の宮に着きました。大阪の環状線をとりあえず回ってみようってことなんですけど、森の宮って多分降りたことないですね。なんもないですよね。なんもない、僕が知ってるのはなんもないですよね、ということです。すいません、失礼な言い方でございました。一体何があるんだろう、楽しみですね。なんか桜クレパス広告がドーンってあるんですけど、もしかしてそこの発祥の地とかなんですかね。もしかしたらこれ何なんでしょうね。なんか全然よくわかんないポスターがあるんですけど、これ一体何なんですか。はい、なんかスタンプがあるんで、こうやって駅にスタンプがあるとき僕いつも押すんですよね、この JTB のスタンプ帳ってやつ。こんな感じ、ここっすかね。で、レバーを下まで下ろしてすぐに戻すのが綺麗なスタンプを押すコツだそうです。あ、すごい、ほんと綺麗だわ。あんまギュッて押さない方がいいんですね。森の宮駅って結構進んでるんですね。こうやって本屋さんが駅の中にあったり、なかなかでかいっすね、この駅。さすが環状線って感じです。前行った環状線は全然こんな感じじゃなかったんですよね。すごいなんか人も少なかったんですけど、森の宮はでかいっすね、なんとか。すごい森の宮、大阪城が見えるんですよ。これ分かりづらいですね。あそこら辺にあるんですよね。すごいな、いい場所っすね。大阪城が見える駅、見える街、なんかいいっすね。しかもなんかメトロもあるんですね、森の宮って。あー、すごいな。これ分かるかな、この地図分かりますかね。梅田があって、ぐるーっと環状線があって、僕今ここいるんですよ、森の宮で。森の宮のこの上に向かった方、北に向かった方になんかいくつか飯屋がありそうなんで、そこにとりあえず行こうかなと思います。なんかすごいうまそうなカレー屋があります。めっちゃ人が並んでるんですよ、すごいな。ここうまいんかな、徳間さん。あ、結構この辺り飯屋がたくさんありますね。ここは、ここはカレー屋、カレー屋かな、インドカレー屋、インドカレー。良さげっすね、いい感じですね、この辺り。なんだかここもすげえ並んでるよ。天ぷらっすよ、天ぷら、天ぷら、すごい天ぷら、めっちゃ並んでる。中に人いなかった感じしますけどね。あ、待って、あそこだわ、 Google マップで見えたの。なんか洋食とビールって書いてる、あそこは逆に人全然いないですね。これどうなんだろう。洋食とビール、洋食、洋食です。あ、これ生ビールセット、生ビールと枝豆。あー、なるほどね、なるほどなるほど。ちょっとうまそうではありますね。もう一個、このさっきの洋食屋の近くになんかキューズモールってのがあるんですけど、ここになんかいい感じの、バランス食堂ってのがあるみたいなんですよ。てかキューズモール、キューズモール、キューズモールってなんかどっかでも聞いたことありますね、他にも。なんかここ結構良さそうな、グリーンカフェ、グリーンカフェ。ここ一人で入るのはちょっときついですね、雰囲気的に。
わ。バランス食堂朝食、これいいんじゃない。なんかすごい列車走ってます。一つの車両にお子さんが一人ぐらい乗ってる。なんかここうまそうだったんで、ここにしときます。カレー、カレーいいっすよ。日頃の感謝を込めてスペシャルセール、ご来店のお客様に無期限の割引券差し上げます。来ました。思ったよりボリューミーですね。大盛りを頼んだんですけど、すごいよこれ。はい、で言い忘れてたんですけど、いろいろと薬味を入れまして、もともとなんか最初からコーンスープが出てくるんですよね。その店に入ったらすぐコーンスープが出されてくるんで、これも結構いいポイントですね。はい、なんかカフェ195なのか195かわかんないですけど、ちょっとここでコーヒーでも飲もうかなと思ったんですけど、ここはどうやらなんかパソコンをカタカタする感じのカフェではないっぽいですね。ちょっと、はい、カフェ探してたんですけど、まあ大阪城公園内にあるスタバに行ってみようかなと。そこがまあ外れもないだろうしという感じですね。なんかやってんすよね、多分今ここでなんかやってんのかな。大阪城イルミナージュみたいな看板が見えるんですけど、なんかやってんの。すごいな、噴水ありますよ。噴水もあるし、あっち側にはなんか見たことない色のローソンもあるし、すごい、ローソンが茶色っすわ。景観を守るためでしょうか。下側には多分やたらと人がいますね、おそらく。よっしゃー、厳しいかなこれ。これいける。ちょっと店内見ましたけど、これ無理っすね、人が多すぎです。とりあえず戻ろう。はい、森の宮のメトロにいるんですけど、森の宮めっちゃいいですね。今からノマドしようと思って、このモクシーってとこに行こうかなと思ったんですけど、地下鉄1本で行けるですよね。ここめちゃくちゃアクセスいいですね。びっくりした、すごい、めっちゃいいかも森の宮。はい、栄筋本町、ここですね。メトロを出て、でこっち方面にずっと行けばいいんです。千葉センタービルディングの下を通ってぐーっと行けば、モクシーっていうホテルが見つかるんで、そこのラウンジがめちゃくちゃいいみたいです、ノマドに。はい、なんかイケマンっていう文具用品店見つけたんで、ちょっと寄ってみます。すごい、うわマジで文具に特化してる感じ。これなんか歩いてたら見つけたんですけど、ザ・デック、よくわかんないですけど、ここシェアオフィスなんかな。コワーキングスペースって書いてる。わ、これいけんのかな。最初の2時間500円、会員登録なしで誰でもフラット自由に使えるそうです。めっちゃいいじゃんこれ、ここにしよっかな。はい、というわけでザ・デックというコワーキングスペースに来ました。ここすごいですね、2時間500円なんですよ。でビールとかも売ってるんですね。あとエナジードリンクとかで、こっちが無料らしいんですけど、ドリンクプラスサラダバーも無料らしくて、これはすごいよね。でなんかこういうのもらうんですけど、この番号札をここに書いてあるのが Wi-Fi のパスワードだったりして、であそこはこんな感じで広い部屋があって、あとはこっち側には 3D プリンターとかが使える部屋もあるっぽいです。これなんかすごいのを見つけた。MUI、ムイっていうやつなのかな。普通の木みたいなんですけど、なんか触るとこうやって表示が出てきて、多分照明とかいろんなやつとコネクトするんですよね。今は日付とか出てますけど、
すごいよな、なんかこれでなんかいろいろスケジュール確認とか照明コントロールとか大体全部できるみたいです。すごい。はい、北浜歩いてますけど、これすごいないですか、この306カフェめちゃくちゃおしゃれ。北浜の建物大体おしゃれですよね。いや、はあ、すごいな。